皆さんこんにちは、プリスケです。本日もゲーム実況やっていきたいと思います。本日も、イケボーイですね、のび太くんをイケメンにしていくゲーム、第3回目やっていきましょう。早速21ステージ目ですね。バーテンダー2、前回はねかっこよくシュッてよくあるやつ決めたから、今回うまいこといきたい。はいはい、なんかカレーライス唐辛子10個、カレーライス流れてた。なんだなんだ、いきなり始まったぞ。おっとっと、メッシにカレーライスをプレゼントした。そしたらメッシはカレーライスを食べて辛くなって汗ダクダクになって水を飲みましたと。長い、これ回収しといて。でまず基礎ですと、これで邪魔者がなくなったってことなの。これでスタートでいいのかな。え、お前が邪魔かい。お前を追い出さなきゃいけないのね。はいはいはい、そういうことか。 OK、 どうすればいい。考えろ考えろ。まず掃除しとこう。ここは絶対、ここは絶対だぞ。からのステーキ、さあどうでしょう。脂っこいよ、ジューシーだよ。こんなの食べたらもう無理なんじゃない。はい、耐えましたと。しかしまだ大丈夫な様子がある。皿まで食ってろ。どうすればいい。売り切れ売り切れ売り切れ。このままじゃさっきと同じ二の舞になってしまう。あ、なるほど、これでスタート。もうメッシにも飲ませるけども扇風機を付け合わせれるという大失態。はい、送っていく。はい、まずデブメッシに水いっぱいからのシルちゃんにもいっぱい。はい、これ二人結果メッシも落としてしまうというね。まあいい、結果シルちゃんを落とせましたと。いいよ。さあ次のステージ、荒野の決闘。え、スネオ、お前とは争いたくない。仲間じゃないか僕たちは。スタートします。1、2、3。はい、おワイルド。なんだなんだなんだこれは。ワイルド、なんだこれは。新しいクリア、もう一回やろう、もう一回やろう。スタート1、2、3。これすぐにファイトをする。パーン、あーで打ち勝ちます。これでイケボーイなのか。なるほどね、ワイルドっていう新しいクリア上がり方もあったのね。はいはいはい、オッケーオッケー。まあでも射撃はね、もうのび太くん最強だから、これはもう勝つの分かってた。ソロコンサート行こう。さあ楽器、いや楽器といえばしずかちゃんのバイオリンだけどね、いいのか本当に果たしてやって。はいはいはい、いやもうなんだろう、パンクな人が飾ってあるけどね。はいはい、じゃあこれあげれる。これ来て、これお洋服、あなんかいる。あ、ズラ、お前どこにズラ隠してた。はい、これで OK。 これか、長かった。はい、神の音色を弾いていく。はい、これはもうしずちゃんもね、もう文武両道なんだぞと、芸術面も任せろよということですね。よしよし、クール。いやこれちょっと難しかった。しかししっかり伸びたをイケメンにすることもできた。さあそして次のステージ、原始時代。はいはい、なるほどね、原始人時代来たか。野生身も欲しいよねと、あー火が欲しいよと。あーなるほど、じゃあまずはこんなんじゃ絶対火つかないよな。他にタップできるところもない。一回スタートしてみるか。頑張れ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 。つきません、しずちゃんも呆れてきちゃった。あー日が落ちてきた、日が落ちてもまだつかない。汗だくにはなっているけどまだつかない。テーマ化になってブー。原始人スネオも驚いている。頭に骸骨を乗せてきやがった。この棒を手に入れて、ここの火につけれない、そういう設定はないか。え、まだできることある、ないよね。え、
あ、メガネ、そういうこと、メガネで、え、メガネでやっていくの、これ難しくない、さすがに。お、太陽の力で火がついた。火がついて火種を大きくする、そしてそれを薪にくべて焼いた。器用なことするぜ。まさかのイケボーイ、ワイルドイケボーイにもなれた。いやー、これは意外。他に使いそうなもんがあったかと。こうやっていかにシンプルにしてくるのもね、難しさもあるね。ただただ伸びたのイケメンは止まらない。さあ料理にも挑戦していこう。やばいよ、食べ物系の厄介なのがちょっと後ろに控えてる。あいつ邪魔だな。まず目玉焼き、目玉焼きの作り方お前見とけ。ゆで卵、卵も作れる。本日のメニュー、ご飯と、はい、お米を炊いてます。お米炊けた。え、バカ、卵かけご飯できた。右サイドはカツ丼、ゆで卵、生クリーム。いや、生クリーム系作ってあげたよね、しずちゃんにね。ミルクも取っていく。で、本日のメニュー、卵を鍋に、卵を鍋に入れた。はい、ゆで卵もゲットした。え、じゃあカツ丼も作っていくか。そしたらアイテムがいっぱいです。待て待て、じゃあ牛乳一回戻して、カツ丼の道具、じゃあアイテムがいっぱいです。待て待て、じゃあパン粉一回戻して、お米を渡してカツ丼も渡す。でこれカツ丼作る。お、ジャイアンがなんか気づいたんじゃないか、カツ丼に。はい、じゃあこのカツ丼を手に入れて、このカツ丼ジャイアンにあげます。食えよと。ああ美味しいね。はい、なんか、お、果物セットもくれた。まあ、それはいいんだけど、レシピ、お、いいね、しずちゃんがなんかいいの見てた。まず卵、牛乳、もう一個、卵を入れました。はい、牛乳を使いました。はい、なんか小麦粉かなを混ぜますと、そしたら、はい、パンケーキの出来上がり、まだだと、ホットケーキを今焼いてる。さあ、きれいにひっくり返して、はい、かっこよく盛り付けていく。そして果物をトッピングして、生クリームでデコレーションして、はい、出来上がり。さあ、お姫様に渡しに行こう。はい、これは静かお嬢様も喜んでいただけますわ。可愛い格好しちゃって、はい、こんなのメロメロ。はい、いっぱい食べてね。はい、ほっぺが落ちるお味でした。はい、おいしい、クール。料理すらできてしまうと伸び伸びた、いいね。はい、それではですね、本日はこのステージ21から25までイケメン伸びた、いろんな伸びたを見れたところでね、終わりにしたいと思います。また次回もご視聴ください。ありがとうございました。